ハイパーバンドライブ、INZM 初披露。CDTV ライブ。ライブ。9月23日放送、見逃し現金9月23日の夕方、TBS の CDTV ライブ。ライブで初披露されるハイパーバンドライブの特別なバージョンが、ファンの間で話題になっている。その期待感は一言では表せないほどであり、多くの人がこの瞬間を心待ちにしている。 ハイパーバンドライブは、新しい音楽体験を届けるために、彼らの代表的な楽曲、INZM を全く新しい形で披露する予定だ。そのライブは、単なる音楽パフォーマンス以上の何かを提供するだろう。今回のライブは、音楽の既成概念を打ち破る挑戦であり、異なるジャンルの融合が期待される。例えば、バンドメンバーが自ら楽器を持つシーンがあるかもしれないし、 伝統的なバンドセッットアップを超えて、ダンスやラップをミックスしたパフォーマンスを見せる可能性もある。その大胆さは、ただ観客を楽しませるだけでなく、音楽そのものに新しい価値を与えるだろう。ハイパーバンドライブが特別なのは、ただのライブパフォーマンスにとどまらない点だ。彼らのパフォーマンスには、すべての動きや音が緻密に計算されており、観客一人一人に深い感動を与えるように設計されている。 だからこそ、多くのファンがこのライブを永久保存版として大切にしたいと願っているのだ。サムネイル一つにしても、その魅力はただのデザインを超えた、感情の高まりや期待感を映し出すものである。ファンの間では、すでにサムネイル画像が永久保存版として取り扱われている。なぜなら、そのサムネイルは、ライブの一瞬一瞬の熱狂を封じ込めたかのような力強さを持っているからだ。 それはまるで、すべてのアーティストの最も素敵な瞬間を切り取ったかのような、完璧な一枚である。スクリーンショットや撮影された映像の中から選ばれたその瞬間は、ただの写真ではなく、ファンの感情を揺さぶる芸術作品と言っても過言ではない。今回のライブは、ハイパーバンドライブのメンバーにとっても重要な瞬間となるだろう。なぜなら、彼らは常に新しい挑戦を求めており、 音楽の新しい表現方法を模索しているからだ。例えば、ダンスやラップを取り入れたり、ミクスチャーロックの要素を融合させたりと、様々な音楽スタイルを試している。その過程で、彼らは自分たちのアイデンティティをさらに深め、観客との新たな共鳴を見つけることができると考えている。ライブの準備段階から、彼らの情熱は溢れている。メンバー一人一人が、 自分たちの持つ音楽愛を表現するために全力を尽くしている。その結果として、ハイパーバンドライブは、観客にとって驚きと感動の連続となるだろう。観客は、ただ楽曲を聴くだけでなく、音楽の新しい可能性に触れることができる。彼らのパフォーマンスは、単なるライブイベントではなく、音楽の未来を提示する場である。一方で、このような革新的なパフォーマンスにはリスクも伴う。 ファンが期待しているのは、彼らが持つ独自のスタイルとエネルギーだ。しかし、それを新しい形で表現することで、果たしてファンの期待に依頼られるのかという不安もあるだろう。ライブでの失敗は許されない。成功すれば、彼らは新たなステージに立つことができるが、失敗すれば、逆に批判を浴びる可能性もある。さらに、このパフォーマンスの背景には、 音楽業界全体に対するる挑戦の意味もあるハイパーバンドライブは、音楽をより多様な形で楽しむことを提案し、固定観念を打ち破ろうとしている。例えば、伝統的な音楽スタイルに固執するのではなく、新しいテクノロジーやパフォーマンス形式を積極的に取り入れることを考えている。その結果、彼らは音楽の未来を再定義し、新しいトレンドを作り出す可能性がある。 音楽業界では、しばしば新しい試みが失敗に終わることもあるが、成功した場合には、そのインパクトは計り知れないものとなる。ハイパーバンドライブのメンバーは、そのリスクを十分に理解しながらも、あえて挑戦を選んでいる。それは、彼らが音楽を通じて新しい何かを作り出すという強い意志を持っているからだ。彼らの試みは、ただのパフォーマンスを超えた、新しい音楽の形を示すものだと言えるだろう。 また、このライブはファンだけでなく、音楽業界のプロフェッショナルたちからも注目されている。なぜなら、彼らのパフォーマンスは、音楽の未来に対する新しい提案であり、それが成功すれば、業界全体に大きな影響を与えるからだ。多くの人が彼らの成功を祈り、期待している。ハイパーバンドライブは、ただの音楽イベントではなく、新しい音楽文化を創造するための挑戦なのだ。 ファンの間では、このライブがどのような形で行われるのか、詳細が発表されるたびに興奮が高まっている。メンバーが自ら楽器を持ち演奏するのか、バックバンドをつけるのか、あるいは全く新しいパフォーマンス形式が登場するのか、いまだに多くの謎が残されている。こうした不確実性も、ファンの期待感をさらに高めている要因である。いずれにせよ、 このライブが音楽の未来に対する新しいビジョンを提供し、ファンや業界にとって忘れられない瞬間になることは間違いないだろう。ハイパーバンドライブのパフォーマンスは、ただ観客を楽しませるだけでなく、彼ら自身の音楽的な成長や進化をも示す重要な機会である。彼らがどのような形で音楽を再定義するのか、その答えは、ライブ当日、テレビの前で私たちが目撃することになる。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーである平野翔、ガンユータ、神宮寺ユータが新たな挑戦を見せるハイパーバンドライブは音楽業界において注目を集めています。このライブパフォーマンスは彼らがこれまでのアイドル活動から一歩踏み出しミュージシャンとしての成長を示す重要な舞台となります。9月23日の CDTV ライブ。ライブで初披露される INZM ハイパーバンドバージョンは 多くのファンにとって待ち望んだ瞬間であり、この新たなバージョンの後悔は彼らのキャリアにおける新しいページを開くものであると同時に、彼らの音楽性やパフォーマンスの幅広さを再認識させるものです。そもそも、ナンバー・アンダーライン・アイとは何か。彼らはアイドルグループから新たに再編された音楽ユニットであり、個々のメンバーの才能が最大限に引き出されることを目指しています。平野翔の力強いボーカルとダンス。 岸優太の繊細な表現力、神宮寺優太の多彩さが結集したナンバーアンダーライン愛は、単なるアイドルユニットではなく、真のアーティスト集団としてのアイデンティティを確立しつつあります。この進化を象徴するのが、今回のハイパーバンドライブという新たな挑戦です。これまでの活動を経て、彼らは自分たちの限界を試し、新しいことに挑戦し続ける意欲を持っています。 INZM ・ IN ハイパーバンドバージョンは、オリジナルの楽曲とは一線を画すアプローチで、より深みのあるサウンドと力強いパフォーマンスが特徴です。バンドメンバーとのコラボレーションにより、楽曲に新しい生命が吹き込まれ、視覚的にも聴覚的にも一層のインパクトをもたらすことが期待されています。特に、平野翔がバンドと共に見せるダイナミックなボーカルの表現は、ファンのみならず、 音楽業界の関係者からも高く評価されています。彼の歌声は感情の奥深さを感じさせ、リスナーに強い印象を残すことでしょう。また、岸優太と神宮寺優太の新しい一面も、このライブで明らかになるでしょう。岸はこれまで培ってきたダンススキルを生かしつつ、バンドのビートに合わせた動きで新たなダイナミズムを加えます。神宮寺は、彼の多彩さを生かし、 さまざまな楽器を操る姿を見せることでしょう。これらのパフォーマンスは、彼らがいかに多様な才能を持ち、音楽に対する深い愛情と情熱を持っているかを物語っています。今回のライブで注目すべきもう一つの要素は、バックバンドの存在です。彼らは単なるサポート役ではなく、ナンバーアンダーライン愛のサウンドを一層引き立てる重要な役割を果たしています。バンドのメンバーたちは、 それぞれが個々の分野での経験を持ち寄り、楽曲に新しいエネルギーを吹き込むことで、ライブパフォーマンスの質を高めています。この協力関係は、ナンバーアンダーライン愛が単なるアイドルから本格的なアーティストへと進化する過程を象徴していると言えるでしょう。しかし、ここで一つの疑問が浮かび上がります。この新しい方向性が、ナンバーアンダーライン愛にとってどのような影響をもたらすのでしょうか アイドルとしての彼らを支持してきたファンたちは、この変化をどのように受け入れるのでしょうか。これまでの音楽スタイルを超え、より多様な表現を追求することは、リスクを伴う選択でもあります。一方で、それは彼らのアーティストとしての成長を示す証でもあります。ファンとの関係を維持しながら、新しい聴衆を引きつけることができるかどうかが、今後の彼らの成功を左右する重要なポイントとなるでしょう。 そして、ナンバーアンダーライン愛の進化はここで終わりではありません。彼らは今後も新しいチャレンジを続けていくことでしょう。例えば、今後さらに国際的な舞台での活躍を目指す可能性も考えられます。彼らの音楽はすでに日本国内で多くの支持を集めていますが、そのエネルギーと創造性を世界に向けて発信することで、新たなファン層を開拓するチャンスがあるでしょう。また、 異なるジャンルとのコラボレーションを通じて、彼らの音楽の幅をさらに広げることも考えられます。このように、No.1&i のハイパーバンドライブは単なる1回のパフォーマンスにとどまらず、彼らの今後の方向性を示す重要なターニングポイントとなることでしょう。彼らがこの新しい挑戦を成功させることができれば、これからの音楽シーンでのさらなる活躍が期待されます。そして、 ファンたちは彼らの成長と変化を見守りながら、新しいサウンドとパフォーマンスに胸を躍らせることになるでしょう。このライブを通じて、平野翔、岩優太、神宮寺優太の3人は、アイドルとしてだけでなく、アーティストとしての新しい道を切り開こうとしています。その道のりは決して平坦ではありませんが、彼らの情熱と決意があれば、どんな困難も乗り越えられるでしょう。彼らがどのような未来を描いているのか、 どのように自分たちの音楽を進化させていくのか、その答えはこの、ハイパーバンドライブのパフォーマンスに込められています。ナンバーアンダーライン愛の未来は、まさに今、彼ら自身の手で作り出されています。この新しい挑戦が、彼らにとってどのような意味を持つのか、その答えはファン一人一人の胸の中に刻まれていくことでしょう。そして、その答えが未来への道を照らす光となるのです。